富士チャンネルの藤子です。こんにちは。みんなが大好きな SNS のインスタグラムの新しいロゴができましたね。もう見ましたか？アップデートしたら見れると思うんですけど、なんかレインボーな感じで近代的になってましたね。私すごくびっくりしました。例えばこんな風にアップル社だったりペプシだったりコカ・コーラだったり、歴史は繰り返されているんですね。で、今日はその新しいロゴを私たちで一緒に考えていこうと思います。イラストでね。じゃあ行ってみよう。じゃあこんな風に新しいロゴと古いロゴを並べてみました。こっちが古い方ですね。こっちが新しい方。レインボーでなんか今風というかオーロラ色っていうんですかね、になってますね。じゃあこの新しい方のロゴに枠を当ててみたので、この枠をベースに作っていきたいと思います。今日はね、いくつかアイディアがあるので紹介していきます。書きながらいきます。はい、というわけでこんな風にできました。第1個目がじゃじゃーん、デジグラムですね。この古い方に比べてちょっとね、アナログ感がなくなったというかデジタルの雰囲気になってます。イエーイ。じゃあ次行ってみよう。もう大体何かお分かりだと思うんですけど、こんな感じでちょっと焦げ目をつけてあげて、美味しそうな香りがしてきそうなパンに仕上げていきます。いきます。この卵をえいっと乗せて、よしよし。軽く胡椒を振ってあげます。あ、ちょっとかけすぎちゃった。シュッと、こんな感じ、ちょっと自然な風に、自然な感じでかけてあげて、ちょっとカビみたいに見えるかな、大丈夫かな。はい、そしてこれでじゃじゃーん、トーストグラムです。こんな感じでちゃんとね、アプリのロゴとして使えるサイズで作っています。はい、じゃあ次行ってみよう。じゃあ今から何を作るか当ててください。なんてね、はい、じゃあ
3つ目ができました。じゃじゃーん。ちょっと神秘的な雰囲気を醸しています。このね、もはやインスタと関係ないかもしれないフォトライアングルですけど、そうです、じゃじゃーん、イルミナグラムです。イエーイ。ちょっとね、この可愛らしいまつげがポイントになっています。じゃあ次行ってみよう。はい、じゃあこんな感じで、ポケスタグラム、4番目のポケスタグラムが完成しました。どうですかね、このアプリを使ってなんか自分たちで撮ったポケモンの写真だけをアップできるっていうちょっぴりマニアックなアプリになりそうですね。はい、じゃあこんな感じで全部並べてみたいと思います。じゃあこんな感じで1番のデジグラム、2番のトーストグラム、3番のイルミナグラム、4番のポケグラム、あなたのお気に入りはありましたか？ぜひぜひコメント待ってます。じゃあこんな感じでまた何か面白いもの書きたいと思います。じゃあありがとうございました。またねー。